す。小野さんです、本日はサイクリングしに行きたいと思っております。現在、大山町の中山口駅におりまして、境港の方まで約50キロ、往復100キロあるんですけど、海家の海沿いのサイクリングロードがあるので、そちらを通りながら境港駅まで向かいたいと思っております。まあ、ロングライドになるんですが、まあ、夏を感じながら本日はサイクリングしたいと思います。では行ってきます。鳥取県、梅雨明けしてからめちゃめちゃいい天気が続いております。夏ですね。最高だろ天気。まあ、本日は天気もいいので、こう海沿いをね、景色を眺めながら、まあ、気持ちいいサイクリングができたらなというふうに思っております。もう少しで12時か。お腹すいたな。やってます。ちょっと見えなかった。あ、そこにある。はい。パン買ってきました。ここヨシパンっていう大山町にあるパン屋さんなんですけど、ここの大山町産の小麦を使ったパンを作っていて、すごくこだわりのあるお店で、めちゃめちゃ美味しいんでおすすめです。うん、うまい。オニオンベーコンパンです。多分マヨネーズ使ってると思うんですけど、すごくまろやかでくどくもなく食べやすいんですよ。ベーコンもすごい多分こだわってるんだろうな。美味しい。ヨシパンのパンうまいな。パンも食べたので、これから頑張ってこぎますかね。いや、風力発電やばいな。この日本海と風力発電の組み合わせが最強なんですよ。いや、天気がいいね。走ってて気持ちいいわ。ふう。現在米子市に入りました。喉乾いたな。水汲みに行こうかな。やばいだ。この棚田がね、僕はこの鳥取の田んぼ風景は世界一だと思ってます。それぐらい綺麗です本当に。めっちゃ綺麗だな。まあ、普段農業をやってる人たちが日々の努力によって、まあ、整備されているから綺麗なんでしょうけど、本当にすごいです。めっちゃ綺麗です。お、来たよ。全国名水百選天の真鯛。すごい水がきれいな場所。湧き水汲むとこではないのかな。ちょっと違う場所にありそうだね。来たね。よいしょよいしょ。よっしゃ。なんかすげえな。パワースポットっぽい。
お、この水じゃないですか。いいじゃん。さっきの天のまないから5、6キロ登ったんですけど、上に結構きつかったんですけど、美味しい水を手にいただきました。なんていう名前だろう、読み方がわかんない。本宮の泉、違うか。とりあえずこの水美味しいんで、じゃあ水汲んだんでこれから海の方に向かいます。下りは最高だな。汗が引いてく。日本海待ってろよ。はい、皆さん、また日本一の田んぼ風景が出てきました。最強。深池まで来たぜ。海家温泉街の日本海側をずっと走っています。境港まで結構あるな。よっしゃ、頑張るぜ。この海沿いの道はすごく走りやすいですね。平坦で大山の方はちょっと険しくてきついですね。それはすごく気持ちいいです。走りやすい。最高。マジで走りやすくて気持ちいい。超気持ちいいぞ。ちょっと待って、日本海やば。ちょっと待って、これやばいでしょ。やばっ。天気最高すぎる。さっきヨシパンで買ったシナモンロールをいただきます。うん、シナモンは体に染みるね。うまい。あそこに風力発電いっぱいあるから、あれ大山頂か。めっちゃ漕いできたな、やば。シナモンロール大山。境港駅まであと7キロちょっとなんで、もう少し頑張りたいと思います。今3時か。着したぜ。綺麗の来たの。なんか来たんですが、店やってるのかな。現在、日本海の塩ソフトをいただいております。夏にぴったりのあっさりして美味しいです。あ、身に染みるね。ソフトクリーム屋のおじさんから氷入りの水をもらいました。ありがとうございます。助かります。うめ。そう、お店がちょっと営業時間外で閉まってるので、帰り道の米子でご飯を食べたいなと思います。
一回米子の方に向かいます。本当はこの近くにある悟空っていうラーメン屋に行こうと思ってたんですけど、今日定休日でやってなくて、でも一国もやっぱ美味しいですね、はい、間違いないです。では残り20キロですかね。やっぱ体がね結構ね来てるよね。ラスト頑張ります。夕日が綺麗な時間だったな。大山頂まで戻ってきました。あと少し。You give me hope with everything that you do. I make so much progress when I'm here with you. You hold all the pieces.いや、いい感じに夕日だ。よっしゃ、帰ってきました。日没までに帰ってきた。100キロクリア。ジュース飲んでから家帰ろう。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。